こんばんは。イエーイ。デビュー6周年でございます。生配信もありがとうございました。月見バーガーメンバーが食べたいって今日さっき言ってた。みんな耳は大丈夫？うるさかった？でもさ、先にさ言ったからね、配信中にあのイヤホンの方は気をつけてくださいって先に言ったので、まあ、私たちは悪くないということで、はい、責任は取りません。はい、私言いましたよね、皆さんにイヤホンの方って先に自己責任ですよ皆さん。一番小さい音で見てた。足が地面についてないくだり。しかもさ、なんか最初何をメンバーが笑ってるか分かんなくて、私普通に MC 回してたらさ突っ込まれた。なんか足がこうやってつま先立ちになってた。いつものみんなで面白かった？本当？なんかうちら元気な時わーって言って、急に多分疲れてみんなボーってなるんだよね、うちら。なんかずっと今日そんな感じだった。音なくても画面が騒がしい。ウケる。急にうるさくなるからね。ウォンバーはね、あんま今でもあんまりなんか正解が分かってなくて、うん、ちょっとよく分かんなくて、適当にやってたらなんか勝ち上がっちゃったって感じで。気まずって気まずみたいなね。しかもなんか勝ったって言われるまで自分で勝ったって知らなかったしさ、よく分かんなかったけどさ、どうしようって思ってみたいな。分かんなくて、なんとなくは分かってやってたけど、なんか全ては理解してなくて、でもなんかやればわかるさみたいな感じだったんですよ。だからまあやってたんですけどって感じでしたね。そう、最初なんか自分がどれかは最初わかんなくて。そう、ゲームね苦手なんですよ、下手なんですよ、ちっちゃい頃から。なんかそういうゲームをやってこなくて、私はだいたいそういう着せ替えとか、そういうおままごと系のなんかワンワンを育てるとか、服を着替えさせる ラブ&ベリー系とか、それこそなんかそういうザ女子がやるようなあのゲームしか正直やってこなかったんですよ。なので本当にああいう感じのゲームが苦手でして。ボンバーマンって女子なの？マジ？そうそう、動物の森とか、なんかそういうのばっかり、わがままファッションガールズモードみたいなやつとか、そういう系ばっかりやってきたからさ、みんなやってるもんなんだ。そうなんだ。じゃあ私がちょっと時代についていけなかったんだね。そう、 DS だから私の時代。あね、でもゲーミングでやってた時とか、なんかそうそう、なんか一回花だよりとかでもやって、そういう時らへんよりはまだ今日は動かせた、まあ、動かせたから一応勝ったんですけど。マイカとサナにまさかの勝った、コンピューターと。でもちょっとなんか全部は理解できてなかったけどね。でもなんか最後もさ、一旦一勝しちゃったんだよね、多分キアラとひとみと最後戦ってる時も。だから焦った、やばいやばいみたいな、なんで私が一勝してんのみたいな、みたいな、どうしようみたいな、絶対私が勝ったらもうなんかどうしたのってなる、やばいと思ったもん、焦った実験最初。みたいな。助けてと思って、なんで勝ったかも分かんない人が勝って意味分かんなすぎるじゃん。本当に
一番はっていうかさ顔しながらやってる私のえみたいな何これってやりながらやってる子がそうコンピューターは本当にそうそうだよずっと走ってた？そうなの？それさえもわからないから、そう。まあでも楽しかったからいいんですよ。楽しかったのでね。とっても楽しかったです。自分のキャラは右上。右上にずっといたよ。そうなんかドクロさよくわかんなくて取っちゃダメなのか取っていいのかもよくわかんなくなっちゃってで最終的になんか私多分一生ドクロ取ってたらしいのねでもなんかそれがもうドクロかどうかもよくわかんなくてなんか何でも取れるもん取った方がいいと思ってたから全部取ってたらなんかずっと動きが鈍くて困っちゃった困っちゃったでもみんな私がゲーム苦手っていうか得意じゃないの知ってるからメンバーもなんでこんなが勝ってんのってそうまさかのあんなが勝ったってなっててあーって自分が一番あーっていうね、まあ、感じでしたねみんなにびっくりされてどんだけ一番意外な人でしたよねごめんけど決勝行くとは思ってなかった大丈夫だよ誰も思ってないからびっくりやん。びっくりやんでした。でもキアラが勝ってね、よかったよ。安心。MC もありがとうございます。なんか今日はいっぱい告知みたいなさお知らせが多くて、もうなんか自分でも何を言ってるかもう途中分かんなくなってました。あれ日本語で喋れてるかなって思ってた。そう情報量がすごくてみんなも分かんなかった？分かった？とりあえず4つぐらいあった4つぐらいあって4つあってプラスで最後15枚目のお知らせもあったかな11月29日のいい肉の日ということで11月29日いい肉の日というか覚えやすいですね今回はいい肉ですイコラブの発売日いい肉ですねえいや誰やらせた人本当にねえ誰今コメント欄で私をそっちに誘ってきた人誰ですか本当に誰悪いよね誰か私しかも誰か分からずコメント欄見た瞬間に言ったから今誰かも分かってないっていうもう本当誰ですか責任取ってくださいでも今日メンバーね言ってたひき肉ですって笑顔のレシピってコメントめっちゃあったの嬉しいみんなが言ってくれて笑顔のレシピも候補あったんだよだけどねあのちょっとその時コメント欄読めてなかったんだよ瞳がねレシピも言ってたじゃーんじゃーんじゃーん11月29日そう誕生日のね前日なのイエーイ誕生日前日でーす。イエーイ。CD 何枚買えばいいか？1130枚。アナの誕生日が11月30日で、次、前日が、あれだから、いい肉の日に発売だから、その次の日の私の1130枚。笑顔で怖いことを言う女怖い怖いでしょアンナちゃん大量計算するな無理っす無理っすウソです。みんなと話せる
って話せても嬉しいです。合同誕生日会しましょう。ハッピーバースデートゥーユー。今日は9月6日だからね、ケーキがたくさんあってすごかった。ケーキがなんか四角い私たちのそのジャケ写がプリントされてるケーキと、あとこうやってみんなが一個ずつ持ってたケーキ、三角のキルフェボンと、もう一個キルフェボンがあったの。もう一個はシャインマスカットキルフェボンが実はあって、そうだからなんかケーキ放題でやばかった。そうだから、シャインマスカットのまだ写真載ってないかな、載せてた？だからマジケーキ放題って感じ、ケーキ食べ放題か。そうやばかった。豪華ね、なんで配信でさ、そうなんだよね、私も思った、配信終わった後にでもなってた。キャータンが載せてたって。キャータン、そうで、なんかみんなでさ円になって上から写真撮るやつ、あれめっちゃ頑張って、そうスタッフさんがもうめっちゃ頑張って撮ってくれた。何回もみんなで撮り直して、もう必死にみんなで撮ってました。今日の洋服どこの？どこのだと思う？見て。どこのだっけこれ。原宿のラフォーレにお店があるとこじゃないっけ？ないっけ？誰か見て。あ、タグないね。わからない。そうタグ見てほしかったけど、みんなに見えなかった。みんなこれ何円か知ってる？これ知ってる人いる？正解はダイソー、100円。この値段100円。110円か。このお値段110円、安いでしょ。かわちいい。これ買い物上手でしょ。110円です。同じの持ってる？おさらいだね。おさらいだね。はい、そうだよ。みんな、かわいいでしょ、これ。これは白と黒どっちも買った。3個ずつ入ってて。だから白黒を1個ずつ買ったので、6個ずつ。違う。3個ずつある。から、6個あるんですよ。あ、ピアス取っちゃったね。そう。なのでよかったらダイソーでお揃いにしてください。髪につけるやつだよ、ちゃんと髪用のやつ。ダイソー行かなきゃ。3個で110円。うん、そうだよ、安いでしょ。1個30円ってこと？まあそういうことになりますね。大体アメちゃんちょうだい。コラボちゃん6周年、おめでとう、おめでとう。そうです、ダイソーは広島が本社です。100,130個買えちゃうけど、ダイソーがびっくりしちゃうね、それはね。みみーちゃん、にらじゅーちゃんもしてますが、今後もイコラブちゃんから離れませんって。そりゃですよ、離れちゃダメですよ。ダメに決まってるじゃないですか。そうなんですよ、今日は6周年ということでね、何の写真載せようかなって思って画像を見てて、本当にあの赤だけを載せたことにはマジで深読みしないでください。何の意味もないんですよね。なんか画像を見てて何載せようかなピュンピュンピュンって見てたら、なんか多分
ちょっと1ヶ月くらい前になぜか赤だけの写真を保存してる自分がいて、でも覚えてないんですよ、いつ何で保存したか。でもなんか急に出てきて、だから使ってみただけで、その後ろ姿で全部統一しようって思って後ろ姿を探して載せました。周年は登りたくない、登りたくないない、登りたくないない。私たちがもう登るわけないじゃないですか。皆さん登ると思いますか。謎の写真、やっぱその6周年だし、この赤岳の時代を知らない方にも、あいこラブちゃんってこういう山も登ったんだなっていうのを、こうやっぱ今最近好きになってくださった方にこうもう見ていただきたいなっていうのもあるから、そうかな、だからまあ載せてみました。全然なんか別にジョイちゃんにも登ってほしいとかは全然思わないよ、本当に。登りたかったら登ったらいいと思うし、全然もちろん。でもなんか登ってよかったって今は思えるけど、その時はすごいもうほんでって感じでだったから、なんかしんどかったから、しんどい思いを別になんか他の人にさせたいって思わないから、正直。でも別になんかそれがマイナスだけで終わったわけじゃないから、なんとも言えないよねって感じ。別に特に私、まあアイドルは体も大事ですから、みんなそれぞれの、だからね。今日なんちゃん可愛すぎる本当に最近知ったものです、ありがとう。なんて読むんですかありがとうございます。アイドルはっていうか、まあみんなね、体が大事なので無理はせず。今日も配信が騒がしくて最高でした。褒められてる？これは褒めてますか？そのコメントは褒めてるよね。応援させてくれてありがとうって、こっちがありがとうを言う側なんですよ。今日はマジで、でも本当に赤岳の時の自分の顔マジで見れなくて、やばい、ウケるウケるウケるです。あんちゃんスイッチ眠ってるよ。やってみたい罰ゲーム？それを言ったら罰ゲームじゃないじゃん。私がやってみたかったら、私にとって罰ゲームじゃないよやりたいことやん、それ。やってみたい罰ゲームを言う子いないよ。うん、落とし穴超やりたい。落とし穴でもあれなんでしょ、めっちゃお金がめっちゃかかっちゃうんでしょ、あれを作るのに。ビリビリね、怖いな。ラビットでマイカがね、いつもお金の心配お金の心配。めっちゃ苦かった。 TVer で見れるのでまだ見てください。あ、踊ってみたね。
いろんなメンバーがね踊ってみたするのもあり。くす玉に小麦粉入れるのが安上がりだよって。安上がりだけどあれだね、なんか復旧作業が大変だよ。自分たちの髪の毛と顔面を回復させるのが大変だよ。でもグッズでキャラクター、なんか人形みたいな前さあんのさ、でもメンバーに言ったの、イコラブのキャラクターが欲しいって。知ったらえみたいな微妙な反応されたの。私ずっとそうずっと言ってたじゃんあんな。なのになんか今日はすごいみんな乗り気だったから、なんやねんってなって乗る気かいと思って、そうずっと言ってて、今日めっちゃみんないい反応してたからあれみたいなあれと思って、でもよかったと思って、気持ち変わってくれたんだと思ってそうずっと言ってたから嬉しい嬉しいよ嬉しいよ。もう早速デザイン考えちゃおう。えおめえには頼まねえよってな一番君には頼まねえぞと。なんで昔からアンナが言ってたじゃん、この話はみんなも知ってたでしょ。なんでだよなんでだよ、アンナのは嫌だみたいな言いやがってよアンナのデザインは嫌だって言いやがってよ。アンナだって可愛く描こうと思ったら描けるんですよ。私に人間を描かさなかったら結構可愛いですよ。人間は描かないので。そういう風に書けと言われたら結構可愛く書けるけど、知ってました？私のこと知らないでしょ。ま、私がデザインを頼まれることは100年ないから安心してください。大丈夫です。あー、山本のシナモンくん、あれはなんかこう急いで書いたっていうのもあるよね。やっぱり急いで書いたので。はい、100年待てばワンチャン。頑張ってみんな長生きしてね。100年待ってください。ラブリーな犬でした。そうそうそう、ラブリーな犬。ちゃうわ。ちゃうわ。ダン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 。どんなのがね、誕生するのか楽しみです。いつ誕生するかはまだ全然わかりませんが。ヤホヤホー。ヤホヤホー。確かに1位だから実現しそう。確かにそれな、1位は強いな。確かにヒロインズのステッカーね、前からでもそれ言ってたよね結構ね。ねん、でも学力テストは本当にやらないらしいですよ、うちは。はい、本当にこれは結構ガチで。だからマジでみんな期待しない方がいい。そうそう、別に私が本当にうんらしいよ。
から本当に開催されなくて私がああやって言ったからって思わないで。声の大きさ対決やだやだ、絶対負けるもん。本戦やりたくないんご、別に。別に、うん、何でもいい。別に何でもいい。正直メンバーは多分誰も何とも思ってないよ。学力を調査されることに対して。どっちでもって感じだと思う、みんなご自由にって感じだと思う。本日の服装、髪型、メイキング知らない、知らないから怖い。アンナちゃんの成績表見せてほしい。そちらがまずは提示していただいてもよろしいかて。皆様、私のそれを言うのも大変でしたら皆さんも提示してから言ってもらっていいですか。世界に、世の中に晒してから言ってください。書き換えるな、書き換えるな。オール4覚えてない。あんな中学とかなんかさ、小学校はさ花丸とかさ、なんか丸とかさ三角とかだった気がする、なんか表記の仕方。そうなので、先に皆さんが世間に提示してから、そしたら私も提示します。しねえぞってね。生活態度のところだけ公開お願いします。あ、逆にいいですよ。生活態度のところの方が逆に公開しても大丈夫。多分ね、多分。ツアーの写真だから、みんながツイッターに本名と写真を載せて、それがそれをした人にはいいよ。そういうことでしょ、だって。こっちとこう条件は一緒でしょ、わかる。はい、っていうぐらい SNS はそういうことなんですよ。皆さんわかりますか。本名です、こちらも本名なので。本名とその提示していただいて、はい、同じ人間じゃないですか、私たちもみんな。だから平等にやっぱそういうものは個人情報なので、こちらも交換していただかないとちょっと困ります。はい、なのでフルネームで本名で公開していただいて、はい、私たちも本名で全部公開しているので、やっぱ皆さんも、はい、同じ人間なので、はい、同じ人間だと思うので、っていうくらいやっぱ危ない世界なんですよ、この世の中は。 SNS って怖いでしょ、みんな。だから気をつけて使いましょう。以上です。以上です。はい、情報の授業、そうですよ、世の中の、この世の中の危険なことを皆さんにお知らせしたいなと思って、はい、講座です。免許証の提示でよろしいでしょうか。何の話やねん。みんな個人情報は大事に守ってください。皆さんの大切な個人情報ですよ。モーメント？モーメントに私は載せないですよ。
何も載せません。6周年だからって浮かれて載せませんよ。出た、講座教えるよ。出た、よくみんなが言う、よくみんな言う、講座教えるよって講座番号教えるねって。うちのおしめに私の講座番号教えてあげたいって結構みんな言ってる教えられても困るわ困るわ気持ちだけ、その気持ちだけ受け取るわこっちが、こっちが逮捕されんねんこっちがその気持ちだけ受け取っとくわ。あ、よく言う、確かに口座番号教えて振り込むから、もうよく言ってるみんな。教えんわ教えないよクレカ渡します。だからこっちが逮捕されんのやめてやめてよ。ペイペイ時代だね。ペイペイ、アンラもペイペイで送金してる。ペイペイ送金、もうイコラブあんまペイペイ、ペイペイ送金できる子少ないんだよね。ほんまそれ、6周年に何の会話したん。ペイペイ送金とか口座番号とか意味わかんない、意味わかんない話ばっかしてるからやめよう。わかる、何でもペイペイよねもういいよその話本当に本当に6周年というめでたい日のお金の話ばっかしないで。私がすぐ話広げちゃうから、一個のテーマでどんどん話広げてなんか違う話に持ってっちゃうから、私の悪いところ。どん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 話を、話が変わっていくので、もともと何の話をしてたか分かんなくなる。で、何の話するんだっけ。そうだよ、6周年だからさ、6周年っていう大切な日なんだよ今日。6周年っていう、だからめでたい話しようよ、いい話しようよ。ライブ楽しみすぎる。10月18日と19日待ってます。今ファンクラブ選考受付中です。待ってます。カウントダウン TV ライブライブフェスティバル、フェスティバルじゃないか、フェスか。10日までだって。みんな急いで。夜19時開演ですね。何時間やるんでしょうか、わかりません。だいたい2時間半ぐらいのイメージだけど、どうなんですかね。7、8、9時半、え、どうなんだろうね。でも7時からって結構遅いもんね、わかんない。4連番までできるって。学校終わってからでも間に合うの嬉しいって、カレンダーに入れました。今やるべきですね。はい、今やるべきです、鍋先生。はい、今からお申し込みしてきてください水曜しか休み取れなさそうだから水曜申し込みました。ありがとうございます。後でやります、絶対に。今やってくださいお母さんと行くよって、かわいいかわいい。カープさよなら勝ち、マジックがあれです。今日の髪型はヘアさんです。ねじりハーフですね。ねじりハーフ巻きに花をちょんちょん付けしてます。仕事終わりでも間に合う時間助かります。
ページダッシュ決めてきてください。来週目覚ましフェスト6周年校の登録、受験生、うん、偉い。そっか、座席悩んでる。お洋服みんなが今日どこのって聞いてくれるけどさ、どこのだろう、どこのだと思う、みんな探してネットで買ったんだよな。でもあとでモーメントのっけていいよ、覚えてたら。女性エリアってどんな感じですか、どんな感じですか。女の子がいっぱいいます。それはそう、女の子がいい感じにふわふわです女性がいっぱいいます、それはそうそれはそう、いい香りがします、男の子はいませんそれはそうコメントしかない。受験生だけどライブ行きますって、まあきっとテストに出るよ。うん、その6周年コンサートもテスト勉強の一つだと思うし、きっとどこかにこう回答っていうものが紛れてると思うから探してね、ぜひテストに役立ててください。でも全然なんか女性エリアじゃなくても普通に女の子いっぱいいるから、別に普通のエリアでも全然大丈夫だと思いますよ。特定されてる私の服が早い、お早いわ。ゴールラブ6周年コンサート1日目の4曲目を答えなさいっていう質問あるの？ 4 曲目なの今回、なんだろうね。女性席かプレミア席で迷ってるって、どうなんだろう。プレミアはあれ、近いのが約束されるよみたいな席ですか？おじさんの肩身狭くないよ。そうだって、そうプラスグッズ付きって、だってだって。グッ限定グッズ付きで近い席が約束される。あーなるほどね、そこはやっぱあれなのかな、一番さ申し込みがやっぱでも多いのかな。私だったら絶対にそこ申し込みする、私はね。いやでもうん、絶対に約束する、絶対に申し込みする、私はそこ申し込んじゃうかな。でもなんか私は前そのライブとかを見に行った時思ったのが、私はスタンドの方がいいのかなって思ったの。本当にアリーナもアリーナって嬉しい、最初嬉しかったんだけど、マジで私の身長って埋もれんのね。だからこうなったら肉眼で本当に本人たちがマジでもう見るのが難しいの。だからそうなったら私はスタンドの方がいいのかもってなんか思った。身長が小さいので、うん、埋もれました私は。でもさ、スタンドとアリーナって選べないから難しいよね。だからこそこういろんな場所に行きたいなって思う本当に。
ね、花道とかトロッコとかがどこにやってくるかってめっちゃ重要じゃないですか。花道の長さとめっちゃ重要やん、あれマジで。もうさ、もうなんかトロッコまず入った瞬間トロッコがどこ通るかっていうのめっちゃ考えるくない？よしトロッコあそこ通るんじゃねみたいな、うわーここ通んないわ、絶対ここ通んないよみたいな、あるじゃん。だからわかんないよね、もうね、わかんないよ。私も正直まだどこにどういうステージがあるか知らないんですよ。だから何とも言えなくて、そうだから全然まだその何階に行くとかそういうのもわかんないし今は、わかんないけど、私もその自分が見に行く立場の時にすごい思うし、会場によってやっぱできることとなんかね演出によって違うからマジでわかんない。銀テープさあ、メッセージ書いたバージョンやりたい。あれさ、どうにかさ全体に行き渡る方法ってないのかね、思わない？パーの瞬間はめっちゃ綺麗だし、さあ写真とかもめっちゃ綺麗だから欲しいのよやっぱり。だけどあれって本当にさマジで前らへんしか落ちてこないやん、正直言ったら。めっちゃ後ろまで飛んでそうに見えて地味に地味にあの本当に前らへんに死ぬほど落ちてくるんよ。で全然もう私さ、なんか綺麗なよその瞬間は。でもさやっぱさ、このみんながこう落ちたと落ちてきた時にさ、自分の手元にはさもう落ちてくる気配すらないわけじゃん。そういう時さなんかちょっとさやっぱさしょんぼりやんってなるじゃん、しょんぼりやんってなるから、もうできればできるだけもう本当にいろんなところにあったらいいのになって思う。本当に自分が行った時にもそれはもちろん思うことだし、だからこそ自分たちのライブでもうみんなに受け取ってほしいって思うから、もうみんな優しい方がもう前の方がもし6周年もあったら、そのたくさん撮った方はこういい感じにさ配ったり、こう一人一本はさやっぱ欲しいじゃん、思い出として。特にメッセージが書いてあるやつとかは欲しいじゃん。だからさ、なんかみんなで分け分けしてね、いつかそのイコラブで銀テープバーンってできた時はみんなで仲良く帰り道にこうやって分け分けしながら、ちゃんとだから自分のは1個だけこうカバンに入れて、あとはこう持って分け分けしながらあの帰ってくださいね。ぜひ分け分けして、分け分けエリア。そう、分け分け。